ちは。今日はレイズドベッド風花壇についてお話ししようと思います。我が家は駐車場でとても狭いので、花壇を作るスペースなどはないと嘆いておりました。そこで思いつきました。発泡スチロールでコンクリートの上に直接3段重ねます。こちらは発泡スチロールが見える場所です。こちらです。発泡スチロールを、これはスーパーで朝一番に行って発泡スチロールをいただいてきました。こちらを2段重ねていきます。だいたい幅が50センチです。そしてこちらにコンクリートブロックを1、2、3段重ねてます。コンクリートブロックの隙間にはコンクリートを置くと流すともう固まって撤去できないので、一応こちらの方に鉄骨を入れてます。鉄骨を入れてその中に土を入れて、で今はいちごを中に入れて毎年育ててます。結構ブロックの中が暖かくなるといちごがよくできます。そしてこちらにつるバラを合わしています。レイズドベッドの中のつるバラは意外によく伸びて、もう2階まで上がりそうです。50センチの小さな発泡スチロールの花壇ですが、結構自分では気に入っています。遠くから見るとそんなに発泡スチロールとは思えないぐらいの花壇になっています。そして違和感を感じないようにこちらにレンガを引いて、これはマルパストラも、もうじきバラと一緒に咲き出し、踏んでもいいぐらいな強さの下草です。こちらは熱にも強く、夏の暑さにも光にも強い品種のグランドカバーです。こちらを引き詰めることによって違和感がない感じに出来上がりました。ブロックもそう効果ではなく発泡スチロールなので、お金や手間暇がかかりません。そしてこちらの白いトレリス風のフェンスですけれど、これも作りました。どうでしょうか。発泡スチロールのレイズドベッドに見えるでしょうか。今日はご視聴ありがとうございました。